はい。えー、今回は、えっ、ー、と、信頼の向こう側に、えー、久保哲郎。<laughs> 信頼の向こう側は久保哲郎にしましょうか。まあ、僕もですね、あのー、去年か、あ、今年去年か今年、人生で初めて100万円を貸しまして、お金を貸してね。で、お、去年か。で、あのー、音信不通と。まあ、信用信頼してた人、5年ぐらいお付き合いしてた人、マジかと。 いうところで、まあ僕もお金貸すとき相当言ったんですけど、まあ、連絡なかったのが一番寂しかったですね。一通も。一通も LINE で一通たりともなかったんで、それがもう、多分一生忘れないですね。だって、その貸す前に深夜ね、じゃあ今から会います。会いましょうつって言われて、お、なんか来てくれて、まあそう借りるからですよね。で、3、4時間深夜ね、話したわけですよ。まあ3時間ぐらいかな。 2時か。2時から、1時半ぐらいから4時ぐらいまで話したんで。で、本当お願いしますよ。僕もお金ないんで。と。釘を刺すように言って、ただ、あの、お世話になってたし、いいですよ、つって。ただし、お金ないんで。これ戻ってこなかったら僕マジでやばいんで、お願いしますよ、と。しで、えー、いつも連絡ないと。まあこれね、いつでも連絡があったら、まあ僕も言わないですよ、いや、これね、何が心残りかっていうと、 いつも連絡がないっていうね。LINE 一通ぐらいは送れんじゃないかなと思うんですよ。だ,からかだって借りるとき3時間ぐらい話してるわけじゃないですか。だからまあ、いろいろね、いろいろあると思いますけど、別に LINE とかメールぐらいなんか、なんでも、まあ電話ももあね、あのしづらいと思うんで、まあ通ぐらいはなんか別に <laughs>、送ってもいいんじゃないかなっていう。だからもうこれはね、一生トラウマというかね、僕はあ、あの、自分の歴史の中でね、記憶に、が絶対消えないですね。 うん、だから、まあ、その経験をして僕は思ったのが、あ、本当に信用信頼の先には詐欺だなっていうか、あの、要は信用信頼は、あなんだろうなあ、他人にするものではないと僕は学びました。僕はね。僕は。うん。だから自分を信用できる人間になるっていう、だから己のとにかくスキルを身につけるっていう。うん。ただし、その、 今回のテーマである、久保さんに関しては、何を信用、信頼してるかっていうと、必ず動画が返ってくるという信頼、信用ですね。多分ね、本当にこれ、あの、久保さん以外ありえないですね。てか、もう、多分、だから久保さんが本当に動画がってこないってなった場合は、死んだと思います。だってね、あの、名古屋でなんか、あの、脱球した時も動画送ってきたんで、吉田さん、みたいな、脱球しましたら、みたいなねいや。多分僕も病院でもね、 あの、酸素マスクしてなければ、多分動画撮って送りますからね、久保さんに。<laughs> 久保さんも脱臼しながら送ってきたんで、クソみたいな。俺もじゃあなんか送ったるぜ、みたいな。多分送りますね、僕も。だからね、ここはね、多分ね、ちょっとね、普通じゃないですね、多分。この信用信頼、動画が必ず返ってくるみたいな、この、この信用信頼は、じゃあ常軌を逸してる感じだと思います。でもこれって本当に、稀です。 マジで稀だと思います。ここまでの、僕はもう絶大な信用信頼を得てます。絶対帰ってくるっていう。<laughs> これはね、もう、何すかね。ちょっと、まあ、多分、いないですね。うん。もう多分、あと何年生きるか分かんないですけど、こんな人は多分出会わないんで、やっぱ何だろうな。同じ明朗の牢で一緒だから、なんかあるんですかね。ちょうど10年の、 このサイクルというか、10年、なんかあるんでしょうね。同じ誕生月だし。ね。久保さんの、久保さん10月11でしょだから1取ったら10月1日じゃないですか。<laughs> 僕も1足したら10月11ですから。<laughs> で、ロー一緒だし。なんすかね、これね。なんかあるんでしょうね。 これはなんかね、僕は運命を感じますね、久保さんもね。何かしら。何かしら多分魂がどっかで一緒だったんじゃないですかなんか分離したんじゃないですか多分。だから普通じゃないですもん。多分、魂一緒だったけど、ちょっとなんか分離したんかわかんないですけど <laughs> ちょ。久保さんはちょっとね、例外ですね。しかも長いです、今。あの時からなんで。20時間ライブからだから。うん。まあでも本当に、あのー、人は信用するなと。 自分が、自分を信用できる人間になる。そのためには自分に嘘をつかない。やるやる詐欺にならないってことです。もうほんとね、やるやる詐欺どれだけ見たかがわかんないですよ、僕。だからそういうやるやる詐欺を僕は見てきたんで、絶対俺はやったるぞ、みたいな。他人から、お前情報所在の詐欺野郎だろって言われてもやるぞと。やる詐欺、やるやる詐欺にはならないっていうね。でもお客さんももうほとんどやるやる詐欺なんで。 だから前、この前ね、セールスレターついて、や、やるやる詐欺ですかみたいなレターね、作って送りましたけど、お客さんに。やるやる詐欺になるな、みたいな。人のこと詐欺って言うんで、ね、やるやる詐欺になんな、みたいなね。<laughs> そう。だやる、やりましょうよって話ですよ。だってそれ、しかもね、誰のためにやるんですかって自分のためじゃないですか。ね、人にああだこうだ言われてどうのこうのじゃなくて、自分がやるって決めてるんから、やればいいし、自分の人生をき変えるのは自分しかいないわけですから。うん。本当は、 久保さんも僕もね、やりましょうって言わなくても、本当は自らみんなやらないといけないんですよ。でもみんなやらなすぎるから、ね、僕たちがやって、行動を示してやりましょうって言い続けますよ。もう、もう、まあ、10年後も20年後も30年後も40年も50年後も僕たちが死ぬ前、死ぬまでずっと死んだ後もやらない人はいっぱいいてます。うん。だからやらない初心者がいっぱいいて,いてるんでビジネスができますね、久保さんね。<laughs> いってらっしゃい。